列ってタイトルを狙う中だと思うので、その中に自分もいたいと思いましたし、まあ、評価してもらったので、精一杯頑張りたいなっていう中で決断しましたね。でもすごいやっぱりボールを持ってなんていうか攻撃してくるチームで、まあ、外から見てると本当にやりづらい相手でしたし、まあ、すごい強い相手だなと思ったんで、まあ、お世辞とかではなく、まあ、本当にそういうチームだと思うんで、そこら辺をしっかり責任を持ってプレーできるようにやりたいなと思います、はい、そうですね。本当に多分自分は最後の方に決まったと思うんですけど、まあ、空いている番号を見た中で、まあ、7番が空いていたんで、まあ、本当にでもそれをつけるに伴う責任っていうのはあると思いますけど、まあ、本当にしっかり頑張っていきたいなと思います、はい、まあ、ワクワクすると言いますか、まあ、気が引き締まると言いますか、まあ、本当にこのユニフォームを着てしっかりピッチで、プレーできるようになりたいなと思います。まあ、で本当に攻撃にアクセントを加えることだったり、ゴールにつながるプレーをすることだと思うので、点決めることだったりアシストすることだったり、攻撃でアクセントを加えていければなと思います。まあ、本当にアウェーだとすごいやりづらいと思いますし、その大声援といいますか、サポーターの人数もそうですし、その声の迫力だったりっていうのは、敵のチームからしても思っていたことなんで、感じていたことなんで、まあ、それを力に変えてプレーできるっていうのはすごいアドバンテージがあるのかなと思いますし、嬉しいことだと思います。いやでも本当にやんちゃと言いますか、まあ、今でこそ自分は親になって分かりますけど、多分すごい親に迷惑かけてたちっちゃい頃だったのかなと思いますけど、香川選手っていうのは、まあ、日本人ですと分かりやすいと言いますか、すごい憧れであり、まあ、見ていてすごい共感する部分の多い選手なのかなと思います。スポーツの選手の方だと、まあ、野球選手が基本的に好きで、まあ、いっぱいいますけど、まあ、一人挙げるとすると、まあ、亀井選手が好きでしたね。あのジャイアンツなんですけど、はい、家族と基本的にいるんですけど、まあ、一緒にどっかに出かけたりとか、まあ、時間があれば旅行に行ったりしてます。そうですね、本当にタイトルを目指すチームだと思うんで、そのタイトル獲得に貢献できるように、ピッチで皆さんの前でプレーできるように、頑張りますので応援よろしくお願いします。